トップパルソニックとの差は大きく開いたものの、2位争いは周回を重ねるごとにますます加熱。さすがドリキン土屋、過激な走りで盛んに長谷見を攻め立てる。強引にインを取るが、長谷見も譲らず、土屋惜しくもコースアウト。すぐにコースに復帰したが、長谷見との差は大きく開いてしまった。
中間報告を